今回は、計算系ですか、計算系の問題ですね。まず括弧1番からいきましょうか。青でいきましょうか。よいしょ。のあーです。あーは、ルートマイナス5の2乗でしょ。このもん2乗してあげたらええやん。そしたらマイナス52乗したらここ25、プラス25になるからな。プラス25、ルート25言ったらこれ5じゃないですか、ないっていうだけの話です。2個揃っとったらな、外出せるからな。25言ったら 5×5 のことやから、5が外出てくるよいう話や。はい、次、これも同じように計算したらいいんじゃないの。マイナス8のマイナス2の掛け算ってことでしょ、ね、中身これ掛け算ですよ。ってことは、マイナスとマイナスの掛け算やからプラスになって2816や。16言ったらほら4の2乗のことやから、じゃあこれ4でしょってことや。めちゃ簡単やん。次、ういきます。うはちょっと右に書くか。はい、うはルート A の2乗 B の2乗や。これはでもあれじゃない、あ、 A は、あ、なるほどね。これ A はプラスで B はマイナスっていうふうに言われてます。これ気ぃつけなあかんね。2乗の、こう覚えといてね。何かの2乗のルートっていうのは外すときはこれね、絶対値なんちゃらってなんだ。いい、これ覚えといてほしいですね。絶対値つきます。要はここの中身がこれプラスやった場合はさ、例えばな、5の2乗のルートってこれ5やんでしょ。でもマイナス5の2乗のルートってこれマイナス5じゃなかったよね。だってほらさっき1番でやったもん、これ5やろでしょ。もうなんでやねんと、2乗なっとんねんから5が2個ってことやから外に出てきて5でしょみたいな。下の方はマイナス5が2個あんねんから、それはマイナス5が出てきてマイナス5ちゃうのいう話やんな。違いますよ言うて、これは、中身がマイナスの場合は2乗されてるけどね、2乗されてる場合は結局プラスになっちゃうから、普通に5なんだよっていう話や。ってことは絶対値と同じような考え方ですね。5やったらそのまま5でいいんやけど、マイナス5やったら5にせなあかん。つまりマイナス5にマイナスをつけないといけないよってことよ。なこれ絶対値と一緒でしょ。ってことやから、何かの2乗のルートっていうのは絶対値なんちゃらと同じ意味になるわけよ。ルートマイナス5の2乗っていうのはルート外れるとマイナス5の絶対値ってこと。つまりマイナスのマイナスつけるねからプラスの5やってなるよいう感じです。よろしい。ほなやで、よいしょ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 。ほなこれ絶対値の、じゃあルートの A の2乗 B の2乗ってこれ何かって言ったら、結局絶対値 AB ってことでしょ。でしょ。あ、だってこれさ、ほら AB の2乗のルートってなるわけやからね。何かの2乗のルートは絶対値何かになるわけよ。でこの中身がプラスやったらそのまま AB って外すし、中身がマイナスやったらマイナスを前につけてマイナス AB ってつける。こう中がプラスなら、中がプラス、これは中がマイナスねって時な。ほなじゃあ今回絶対値の中どっちやねん、プラスなんかマイナスなんかって話やねんけど、今回はこれ A がプラスで B がマイナスってことは、じゃあこいつプラスやけどこの子マイナスってことよってなると、 A と B の掛け算をするとプラスとマイナスの掛け算やから、これ全体はマイナスになっちゃうでしょ。ってことは絶対値の中今回マイナスになってるから、外すときはマイナスをつけて外さなあかんよっていうことや。だからここちょっと騙されんようにね、ということでございました。さあそのまま括弧2番いくよ。括弧2番や、これはもうただのルートの計算しましょうってことでしょ。1個目、ルート12たすルート27たす引くルート48、まずルート12は2が外出せるんですか、2ルート3やな、足すルート27言ったら3ルート3のことや。ルート48言ったらこれ何ぼが出せるん、4出せたりします、4ルート3か。こうやね。ってことは全部ルート3で揃ってますんで、数字計算できますよと。2足す3して5、そこから4引くんでただの1、じゃあ1ルート3や、ただのルート3ってことや。はい、これ終わりな。あ、ちょっと待って、これあーや、2番のあーやね。あ、次 E いきます。E はって言うたら、
これですね、ルート11引くルート3よいしょ。でもう一個がルート11足すルート3やんな。そうやんな、ルート11足すルート3や。これはでもさ、真ん中がマイナスとプラス変わってるだけやから2乗引く2乗やろ。ルート11の2乗11引くルート3の2乗は3や。ということは11から3引いて8ってことや。めっちゃ簡単やった。で次、ういきますか。うは2ルート2引くルート27のカッコ2乗やでってなってます。ほな、まずこいつの2乗したら2ルート2の2乗は8です。で、マイナス、ちょっと待ってな、先にさ、このルート27は3ルート3って直しといていい？この子は2ルート2引く3ルート3の2乗ってことでしょ、ということなんで、改めてここ2乗したら8で、次は2倍のここ、ここやろ。ってことはマイナス2、3が6、2、2かけるから12や。で、ルートの中は2と3の掛け算になるから2、3が6。これね。で、最後こいつ2乗しましょう。2乗すんねんからプラスやでと。3ルート32乗したら27だよ、いう話や。ほな、あとはここが計算できますね。こいつとこいつ計算できますんで、8と27足してあげると35か。マイナス12ルート6と。いうことになりました。以上、はい、こうね。さあラストです。次 A ですか。 A はどんな式ですか。うわ、めんどくさ。ルート2足すルート3足すルート5、ルート2足すルート3引くルート5な。まあでもこれはさ、前の方にやってたっけ。ここの A、ルート2足すルート3が同じになっとうから、これ A っておきましょう。ルート2足すルート3を A とするって書いておくで。そうしますと、A 足すルート5、A 引くルート5っていう計算になるから、これはほら、ここがプラスとマイナスが違うだけやから2乗引く2乗でしょ。つまり A の2乗引くルート5の2乗、つまりこうやってなるわけです。 A 元に戻しましょうか。 A の2乗引く5で、この A が、ルート2足すルート3やから2乗を外しましょう。2乗 A、ルート2に2乗して2足す2倍の前後ろやから2、3がルート6。これな、これとこれかけてルート6を2倍したんやね。で、足すルート3に2乗したら3や。引く5です。ほな、2足す3して5で、そっから5引くねんから消えちゃうね、これ全部。はい、消えます。じゃあ残ったんは2ルート6だけやでってことで、これが答えになりましたよ、いう話でした。はい、ということで今回はまあただただ計算しましょうね、いうお話でしたね。ここだけちょっと気をつけといてよ、このうのとこだけ。中がマイナスやったら、プラスにするし、じゃあプラスにするとか、マイナスを前につけなあかんでって話だ。絶対値と同じルールになるんだよっていう話です。はい、お疲れ様でした。